どうした、こんばんはりです。今回はスーパーマリオギャラクシーやっていきたいなと思います。で、前回どこまでやったんだっけか。前回結構もうこのゲーム全然やってないから忘れちゃった。ファントムギャラクシー。そっか、このトライアルなんちゃらと、このフローターランドギャラクシーってところ行ったから、今回クッパか。あ、クッパか。クッパなんだ。クッパ、あ、クッパジニアシッププラントだって。やっていくか。なんかクッパやんのなんか早くね、なんか、周期が。なんかもうちょっと間隔空けてもいいと思うんだけどな。なんかマリオ64みたいにさ。クッパ大戦団を駆逐せよ。だって、駆逐せよ！おい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 、進撃の巨人の伏線じゃん。これ発売されたの2007、あ、2007年だよね。確か。進撃の巨人の連載って何年だっけ ?2013 とかだっけか。一巻発売されたの。覚えてねえよ。進撃の巨人も結構前の漫画だよね。てか、進撃の巨人、そろそろ終わっちゃうらしいね。なんか噂によると。で、ここどこ行けばいいんこれ。なんか急に始まっちゃったけど。スターピース回収して、スターピースの回収大事とかね、よくわかんないけど。とりあえずスターピース回収して、こいつは別に倒さなくてもいいよね。倒さなくてもいいよね。殺生はしてくない、無駄な。ここ入って、大砲か。あれか、あ、むずいけど。いや、いける、ふっ、危ねえ。あれ、あのまま通り過ぎたらどうなってたんだろう。はい。で、カメック多分倒して、なのよね、多分。でもカメックそんな強くないんだよ。ほら、一発でもうワンパンだからね。だからカメックの知恵も多分ね、もうどんどん小さくなってね。多分、お、あいつ気になんね。ボスか。でもあそこで、わ、花ちゃん、花ちゃん初登場じゃない？で、ここで、はいってなって、あのスターキャプチャー多分見ないよね。とりあえず栗でキノコもらうか。あ、スターピース足りない感じか。はい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 、やめとくわ。どうやって30個も食べるんだろう。マリオさん、いよいよですね。ドキドキすぎて小さな胸が張り裂けそうだって。だって、いや、小さ、まあ、スターピースか。まあでも、キノコ、いやでも、キノコあった方がいいよな。これ怒るんだよね、確か踏むと。ね。怒ったところでなんだって話なんだけどさ。スターピースないかな。今、頭踏んじゃったら普通に。まあ、スターピース集めてきてよ。てか、なんか、虫潰すのなんか気持ち悪いな。はい、ピカリンピカリンで30個でなんかいろいろって感じですね。オッケー。で、キノコ受け取って、で、あそこか。このクワガタ絶対突進してくる。から避ける、華麗に。まあ、倒さなくてもいいよね。ファイヤー。え、これ、お、早い、意外と。うわ、これでなんか、当たらないようにするってわけね。で、取って、スピンでかわす。あ、かわせなかった、今。で、どうしよう。いや、これ割と難易度高い。なあ、危ねえ、ワンパンかと思った。どけどけってめ。よし、オッケー。結構危なかったな。待って、これ、食らったらもう、ゲージが、ライフが減る。オッケー、このコインマジででかい。え、あ、急に来るんだ。あ、急に来るの。え、クッパちゃんなんかでかくね、こいつこんでかかった。成長期か。しつこいやつだな。こうなったら僕が直接ぶっ倒してる。あ、早いね。グランドスターが欲しいなら近づくで割ってみろ。マジか。ちょっと待って、コイン。コイン取って、なるほど。多分、この、ノコノコ使って、なんか怒ってたな、あいつ。これで、まあ、直接、ズドン！もう船でいいんだ。今、絶対当たんないってことよ。はい、ズドン！いや、これ、船当てるだけでいいのかな。だとしたら、すげえ簡単じゃね？いくよ、こう持って、あ、ちゃ。てか、なんかさ、このさ、ビリビリのさ、この根元あるじゃん、この黄色のやつ。これ。これさ、なんかすごい、ロックマンの敵に出、なんかこういうのいたよね、ロックマンの敵なんか、ヘルメットかぶった。なんか、あいつに出るよね。まあいいや、そういう話はまあいいとして。で、これ、多分3回当てて、3回当てるのかな？はい。あ、今下手だった。お、ナイス、クッパの頭にぶつけて。まあ3回を3セットって感じかな、多分。だとしたら結構骨折れるぞ。あ、ちょ、マリオの靴意外と耐久性ね。まあ、落ち着いて。うわ、ホーミングそれ。スターピース投げてコイン。はい。まあ、縦になってるから大事だよ。うわ、なんだ。なんか昔流行ったあれじゃん。鮮度に、敵を鮮度にしてみたいみたいなやつじゃん。昔 YouTube 流行ったよ。なんかみんなやってたわ。こぞって。はい。OK。結構カオスだな。なんか2回当てただけでなんか逃げちゃった。え？終わりこれで。え、味気ねえ。え、まだ動画撮って6分とかなんだけど、多分動画の時間5分とかだと思うんだよね。え、終わりなんだ、これで。え、なんか意外と味気なかったな。なんかもうちょっと塩と胡椒がもうちょっとあったらいいと思うんですよ。ちょっとカット意味わかんねえ。で、戻ってきて。え、キッチンこれで攻略なんだ。え、全然歯応えない。あ、何色なんだろう。青とも言えないし、緑とも言えないし、なんか、意味わかんない色になったな。あと二つか。
このゲームエンディング見るのも多分。うわ、絶対ベッドルームじゃん。いいね、好きだよベッドルーム。僕マジで布団が唯一のもういい世界。何ちょっと、もう今日だ、へ、下手実況が。あ、新しい弱視。ほらベッドルーム合ってた。テラス、バスルーム、キッチンときてベッドルームか。じゃああと一つなんだろう。あなたとあなたも私の自分の階層のドームが全て動きました。下の階層、さらに上の階層、昨日、すげえ、そんなとこあったんだ。そこにあるマシンルームが動き出せば、ネタバレ。この放棄星の天文では星目として機能するでしょう。なるほど、それすればあなたは大切な人まず銀河の中心へも。あ、なるほど、あの、マシンルームを、まあ、復活させた後に、また新しくなんか、ギャラクシーに行くって感じか。だとしたら結構まだ道のり長いかもね。今日はちょっと早いけど、これで終わりすっか。じゃあ次回、ベッドルームでお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。